ノイエ算数市で今夜ささやかな事件があった。7歳の男児が何者かに誘拐されたのだ。我々を除く全ての人類が驚愕することになりましょう。提督、トリューニスト議長の演説があるそうです。緊急かつ重大なやつが。先日一人の亡命者が我が自由の国の客人となりました。すなわちエルウィン・ヨーゼフ・フォン・ゴールデンバウム、銀河帝国正統政府首相レムシャイトです。幼い皇帝を守って正義のために戦おうというわけさ。なんだって俺たちがゴールデンバウム王家を守るために血を流さねばならんのだ。果たしてこれがローエングラム公一人の発案によるものだろうか。恐ろしいのは彼とフェザーンが手を組んだという可能性だ。今自由惑星同盟は追い詰められている。ま、任せておきたまえ。ユリアン・ミンツ准尉をフェザーン駐在弁務官事務所付き部官に任命する。僕がフェザーンに行って帝督のお役に立てますね。だったら僕喜んでフェザーンへ行きます。自由の国か。まったく腐敗した民主政治と清潔な独裁政治のいずれを取るか。大規模な軍事行動を起こされるおつもりですのね。奴らを利用するだけだ。まずここまでは成功と言っていいだろう。書簡は危ぶまざるを得ません。ユリアン、風邪をひくなよ。はい、提督もお元気で。私はここに宣告する。どれほど多量の血が失われることになろうとも、責任は挙げて愚劣な誘拐犯と共犯者にあることを明記せよ。夏休みは終わりだな。そのようですね。銀河英雄伝説、ディノイエテーゼ、作坊。